てんのって仕事よ。仕事？座ってるだけじゃないの？美晴は？大学どうなったの？大学？全部落ちた。そう。ねえ美晴、うちの会社来ない？は？本気よ。会社ったって何すりゃいいのよ。実はね、美晴と一緒にやりたいことあんのよ。何？私ね、これから自分の夢は自分の手で叶えようと思って。へえ、どうしちゃったの一体？試合が終わってジンに会ったの。何？結局会えたの？そんなこと全然教えてくれなかったじゃん。ジン、その時私に言ってくれたんだ。本当に叶えたい夢があるんなら自分で叶えろって。ふん。今は？ジンは？すぐ旅に出ちゃった。なるほど。悲しいお別れがあったわけね。何よ。でもシャオってさ、昔から人に頼ってばっかだったもんね。あんた変わったわ。それでこれから何やんの？あれ、一緒に作って。しちゃって、いつかあの頃は楽しかったなーなんて
思い出す日が来るのかなって。あの時ああすればよかった、こうすればよかったって後悔してたりして。何突然、どうしたの？ふと思っただけ。将来のこととか、これから自分で決めなきゃいけないこととか、いろいろあるでしょ。まあね、自分が選ぼうとしている道が正しいのか、未来にならないとわかんないし。それでいいと思います。え？何が？わからないことがいいと思うんです。迷わず生きよ、行けばわかるさ。有名なお坊さんの言葉です。なんか親父臭いな。でもいいかも。アリサはきっとずっと変わらないよね。私たちの絆もずっと変わりません。20年後にみんなでまたここに来よ。はい。20年後か。その頃どうなってるかな、私たち。まず間違いなくおばさんになってるね。そりゃそうだ。あ、もしかしたらシャオはあの人と結婚してたりして。あの人って誰のこと？とぼけちゃって、ご想像にお任せします。こら。誰？内緒。あ、見てください、虹です。ほんとだ。よし、次行くよ。ところで、さっきのあの人って誰ですか？ギク。もういいよ。待ってよ。どんなことが待っているやら。迷わず行けよ、行けばわかるさ。よし、行くよ。Round 1. Fight. Ti permetto di venire con me. Yatta! Ma dovrai essere pronta. Vakatteru. Demo, mou mayowanai tte kimeta kara. Bene. Era quello che volevo sentirti dire. Get ready for the next battle!